あれ、鹿島も野崎もどこ行ったんだ。ああ、三越馬くん、ビーチボールで遊ばない。それより一緒に泳ごうよ。これは超重要夏イベント。この選択肢でどっちのルートに入るか決まるってことか。慎重に選ばねえと。それより先生、焼きそば食べたいな。ああ、いいですね。強制Cルートだと。月刊少女野崎くん、焼きそば5つにウーロン茶5つ。海って言えばやっぱりスイカ割りかな。砂でお城作りもいいよね。三越馬くんは漂流して洞窟で一泊か無人島で数日だよな。よくあるよくある。よくあるの？それ事件じゃない？でもさ、海での出会いって信用ならないよね。一時の盛り上がりっていうか。あ、ひと夏の思い出的な。三越馬くんはどう思う？隠しキャラのルートだと思う。2年目以降ランダム発生とか。三越馬くんの夏だけおかしい。月刊少女野崎くん。助けてください。そんなこと言って瀬尾さんに行くんだ。やっぱり大きい方がいいんじゃない。もう何言ってるんですか。こんなのただの脂肪の塊でしょ。月刊少女野崎くん。それにしてもみんなナンパされないな。されてても人多すぎてわからなさそうだよね。何話してるか聞こえないし。声はこっちで想像すりゃいいんじゃね。例えば、あら、お兄さん一人？あ、悪いな。こいつ私の連れだから。たく、お前は好きだらけなんだよ。危なっかしくて見てらんねえな。ほら、私の後ろに隠れてな。瀬尾崎、お店の場所聞かれてただけですからね。続くぜ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